中東の油田、天然ガス田分布。緑が油田、赤がガス田。ペルシア湾地図、ザクム油田は、アラブ首長国連邦にある油田。アブダビ沖のペルシア湾内に位置する。水深は12から18メートルと浅く、石油プラットフォームによる採掘が行われている。発見は1963年であり、株輸送の採掘開始は1967年。 上部輸送は1982年からである。2004年時点の生産量は、下部ザクム油田が226000バーレル、日、上部ザクム油田が500バーレル、日。日本もこの油田には、開発時より関わっており、一部権益を有しているが、2010年代以降、契約切れとなるため、油田権益の延長が、議題に上がっていた。 国際石油開発定石が2018年3月9日付で、株雑務油田の権益を2058年まで40年間延長する契約を結ぶことになった。アブダビ側に6億ドルを支払い、産出する原油の10%を優先的に調達できる。このほか、 気候変動対応及び資源採掘の観点から、油田への二酸化炭素注入による原油回収率向上技術の研究、開発が行われている。ありがとうございます。